村山内閣は村山富市が第81代内閣総理大臣に任命され、1994年6月30日から1995年8月8日まで続いた日本の内閣である。自社差連立政権の最初の内閣である。1994年6月30日任命。在職日数561日。 1994年7月1日任命。1994年6月、前の羽田内閣が少数与党内閣となって、総辞職した後、政権復帰を目指した自由民主党は、日本社会党、新党先駆けと連立政権を組むことに合意した。そこで、村山富一委員長を内閣総理大臣として、成立したのが、村山内閣である。 1947年5月から1948年3月まで続いた片山内閣以来46年ぶりの社会党委員長を主犯とする内閣である。この時の内閣総理大臣指名選挙では中曽根康弘、渡辺道夫ら一部議員を除く自由民主党議員の大半と日本社会党、新党先駆けの大半の議員が村山に投票し、新政党、 公明党など、羽田内閣の与党側が押した、回復都市家を破った。この、自社さの枠組みは、第二次、橋本改造内閣が終了する1998年、半ばまで引き継がれる。日本史に残る村山内閣時代の事件や、災害としては次の三つが挙げられる。ありがとうございます。